ライジン42にて鮮やかな1本デビューを飾った横山武史混沌とするライジンフェザー級に突如現れたダークホースが牛久潤太郎 VS 朝倉未来の対戦についてコメントしています柔術家の横山曰く金網であったこと朝倉のディフェンス能力が高いことを評価しています実際横山自身が牛久の状態になっていても金網朝倉のディフェンス能力を加味すると1本は取れなかったと思うと発言しています そして牛久を先輩と慕う横山はあの試合で MMA での引き込みが議論になったことが、自分の試合の原動力になったとも発言しており、引き込んでも試合をフィニッシュできることをファンに知ってもらいたかったと発言しています。横山選手を簡単に紹介すると、ファイティングネクサスで4連勝し第2代ファイティングネクサス王者になっており、今回の雷神参戦に至ります。 柔術の大会ではクロービーオープンクラス決勝でクレベル・コイケと対戦しており、一本負けするものの全日本選手権では優勝するほどの実力を持つ選手です。今回の大臣試合前インタビューでは自分が決めるか殴り倒されるかの、どちらかになると発言しており、柔術スタイルで MMA に参戦しておりまます。今後どののよううな選手と戦うのか注目が集まります。